ただいま午後15時です。アスカです。今日はアルバイト休みでした。今日はですね、昨日買ってたんですけど、私ゆで卵の殻を剥くのがとても苦手で、いつも身まで一緒に剥いてしまって、こんぐらいのものがこんぐらいになってしまいます。はい、ということで今日は卵の殻剥き、つるんふりふりペロンって書いてある、振るだけでゆで卵の皮が剥ける機械をダイソーで買ってきました。これを今日は、今日のご飯が焼きそばだったんで、もう作ってあったんで卵合うと思うんで作っていきたいと思います。それでは早速やっていきます。きます。じゃん。おお、なんか実験する機械みたい。ん？開かない、開かない。どうやって開けるのこれ。なんか硬いもの開けるとき、ここに力入るより、ここに、ここに力入ります。アスカです。早速ゆで卵を茹でていきます。